悪。悪とは、原理では、草木かい、わらばいや木かいを水に浸して、上澄みを救った液のこと、悪。この悪を使って、食品自体が持つ強くて、癖のある味を処理したことから、そのような嫌な味や癖そのものも、悪と呼ぶようになった、食品の悪。本項目で共に解説する。悪、英語、題は、 わらわや木灰を水に浸した上で上澄みをすくった液である。炭酸カリウムが主成分であるためアルカリ性で石鹸の原料、洗剤、漂白剤、また食品の悪抜き、口実などとして用いる。英語の雷は水酸化ナトリウムを指すこともある。食品の悪は食物に含まれる旨味成分の総称である。悪の成分には 無機質のものと有機物のものとがあり、このうち無機質のものとしては、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどがある。また有機物のものとしては、シュウ酸、ポリフェノール、排桃体、サポニンなどがある。同じ、悪という言葉を使っても口実するように、植物性食品と食肉や魚介類といった動物性食品の悪は別物で、悪とみなされる成分も食品により、 様々である。野菜や山菜のアクは人間の味覚にとって不快だったり健康に有害だったりする成分である。鍋料理などで問題にされる動物性食品のアクは血液などに含まれるタンパク質が加熱により固まり煮汁の表面に茶色や灰色の泡となって浮き出たものである。澄んだ味にするため極力取り除く場合と コクや複雑な味わいを楽しむため残す場合があり、個人の好みや料理の種類、文化により異なる。アクを全部取り去ってしまうと風味が損なってしまう場合もある。野菜や山菜のアクも適度な量でありさえすれば、食材の個性的な味覚の一部と判断されており、除去しすぎると特有の風味を失うことになり、アク抜きの適度な加減が必要となる。しかし、 アルカロイドが問題となる場合や栄養素の吸収を阻害する成分である場合などには十分にアク抜きを好きということになる。例えば、ほうれん草などに含まれている集酸は苦味、えぐみをもたらす。唾液中のカルシウムイオンと結合し、集酸カルシウムとなり、口の粘膜を刺激する。さらにカルシウムの吸収を阻害し、さらに集酸カルシウムが体内に蓄積して、 結石の原因となる。食用油で炒めると油の膜で、えぐみは感じられなくなり、茹でると茹で汁に集酸が溶け出して、大部分が除去できる。近年は、品種改良により、集酸が少なく生殖可能なほうれん草も、栽培されている。わらびなどの山菜に含まれるチアミナーゼは味を損なう、だけでなく、ビタミン B1 を分解する作用があるため、 多く摂取すると活気を引き起こす。山菜にはアルカロイド類が含まれ、悪抜きせず食べすぎると吐き気を催す。また、植物にとっては重要な栄養物質であるが、人間のような動物には代謝できない、アショウ酸塩は体内で発がん性物質変化するという研究結果もある。一方、大豆などに含まれるサポニン類は発がんを抑制する効果があるという報告もあり、 すべての悪成分が体に良くないというわけではない。ごぼうなどの不味成分と言われるタンニンに代表されるポリフェノール類。ごぼうを水にさらすと水が赤茶色に変色するのはタンニンの流出による。も近年は抗酸化作用が注目されている。植物性の食材である生物としての植物は多くの場合。 装飾動物の接触を防ぐための防御物質として、刺激性の物質や栄養素の消化吸収を阻害する物質、接触した動物の生理状態を変化させる生理、活性物質などを持っていることが多い。こうした物質は人間の味覚や健康にとって好ましいと判断されれば、香辛料やハーブ、生薬として、かえって積極的な利用の対象となるが、 食材の味覚を妨げると判断されれば、悪として調理時に除去の対象となる。肉や魚介類を煮た時の悪は、煮汁に溶け出した水溶性のタンパク質が熱変性によって凝固したアミノ酸や脂質を含む包丁の浮遊物である。旨味成分や栄養学上有用な栄養素を含むが、料理の風味上強すぎると不快に感じる成分や癖のある味。 匂いを持つ、様々な成分をも吸着しているため、見た目や臭い、舌触りが良くないなどの理由で取り除かれることが多い。一般に、和食の出汁やフランス料理などのスープを作る場合には、雑味や濁りを嫌って、悪は除去される。しかしこうした食材の癖の強さは、料理の方法によってはかえって食材の個性を強調する要素として、良好な味覚をもたらす場合もあり。 イタリア料理の一部などでは、肉のアクをあえてソースに加えこともある。アク抜きとは、調理法の一つで、特に植物性の食材を水、または湯などにつけて、苦味、えぐみ等のアクを抜くこと。そのままでは食べられない素材でも、アク抜きによって、美味しく食べることができる。アク抜きには食材に応じて様々な方法が、用いられる。なお、調理以外にも、食器に、 塗りたての漆、水槽のコーキング材など、直接口に入ると有害となるものを、水や湯に長時間さらして無害にしてから使うことを、悪抜きと呼ぶことがある。動物性の肉類、魚介類を含む食品を茹でたり煮たりすると、水面に白色や茶色の不純物が、包丁になり、浮かび上がることがある。これは、食品の水溶性タンパク質を主成分とするアクが、水に溶け出し後、 タンパク質の熱変成で凝固したものなので、玉弱子や網弱子などで静かにすくい取り、捨てる。この作業のことを、アク取りと呼ぶ。また、もっぱら、アク取りに用いる、網弱子のことも、そう呼ぶことがある。アク取り用の網弱子は、通常のものよりも目が細かくなっていることが多い。悪は、すくい取る際にお玉などにへばりつくので、水を入れたボールに潜らせるとよい。 他人数で鍋物を囲む際にその場を仕切る人を鍋奉行と呼ぶことになぞらえ、率先して悪を取る人のことを悪代官と呼ぶことがある。卵白を用いてスープ中の悪を凝固させた上で布でコスなどして取り除くことを悪引きという。フランス料理ではコンソメを作る時に泡立てた卵白を加えて沸騰させるが、 こうすることで卵白がフ味成分や濁りの成分と共に凝固し、簡単に取り除ける。これは肉類を煮た時の悪の発生原理を極端にしていることになる。つまり、肉類から煮汁に溶け出して熱変性で凝固するとき、様々な風味の成分や濁りの成分を吸着する水溶性タンパク質の供給を泡立てた卵白を加えることで極端に多くし、 除去したい成分の吸着率を大幅に高くしているのである。なお、悪びきは玉弱子を用いて悪を取り除くことを指すこともある。悪取りは調理の過程で重要な作業であるが、味覚的栄養的に有用な成分も含んでいるので、前述の通りあえて残す例もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。